J&P シードメイヤーの広告シードマイヤーはドイツの楽器製造一家の名前である。1735年に鍵盤楽器製造業者として設立され、今日も同族経営事業として続いている。シードマイヤー家の最初の楽器製作者はエアランゲンのオルガン及びピアノ製作者バルタザールシードマイヤーであり、1735年に最初の楽器を製造した。 彼の三人の息子も楽器制作の術を学んだ。ヨハン・ロレンツ・シードマイヤー1809年、ヨハン・ダービッドの息子ヨハン・ロレンツ・シードマイヤーは、カール・デュ・ドネと共に、シュトゥットガルトで、ダドーネシードメイヤーの会社を設立した。会社はすぐにこの地域でよく知られるようになった。作曲家のフリードリヒ・ジルヒャーがシュトゥットガルトに移って、来たとき、 ジルヒャーは2年間シードマイヤーの自宅で生活した。ジュドネの死後、工房はシードマイヤーのピアノ工房に改名し、ヨハンド・ロレンツ・シードマイヤーの年上の2人の息子、アドルフとヘルマン・シードマイヤーが会社に加わった1845年の後、社名はシードマイヤーゾーネ・ピアノ工房となった。1821年から1969年まで、 工場は、ネッカー通り14から16にあった。この区画には今日、シュトットガルト音楽演劇大学と、バーデンビュルテンベルク州歴史博物館がある。1909年、会社の100周年を祝うための大規模な展示会が、シュトットガルトの王立交商業センターで開催された。来訪者の中には、ビュルテンベルク王ビルヘルム2世と妻のシャルロッテがいた。ヨハン・ロレンツ・シードマイヤーは、 若い二人の息子ユリウスとパウルをパリへ送った。パリで彼らはハーモニウム製造を学び、またその数年後にチェレスタを発明するビクトル・ミュステルに出会った。シュトットガルトに戻った後、彼らは1853年に J&P ・ P、シードマイヤー社を設立し、すぐにピアノと後にはチェレスタの製造を開始した。彼らはシードメイヤースキーラやいくつかの機械式、 自動演奏楽器のような珍しい楽器も製造した。この会社は、シードマイヤーゾーネ社の近くに位置していた。会社は後に名前を、シードマイヤーピアノ工房に改名した。1969年、シードマイヤーゾーネ社の所有者、ゲオルク・シードマイヤーがを、シードマイヤーピアノ工房を、当時の所有者のマックス及びハンス・シードマイヤーから、買収した。 ピアノ生産は1980年に停止し、会社は、チェレスタとクロッケンシュピールの製造のみに特化した。1992年、ゲオルク・シードマイヤーの死に際して、妻のエリアンヌ・シードマイヤーが、シードマイヤーゾーネ・ GMBH&CO、KG と、シードマイヤーピアノ工房の2つの会社を相続した。2008年、シードマイヤーピアノフォルテ工房は、 商業等規模上で公式に生産された。1995年、エリアンヌ・シードマイヤーは、シードマイヤー・チェレスタ・ GMBH を設立した。世界的に、シードマイヤーのチェレスタと鍵盤付きグロッケンシュピールは、オペラや、コンサートホールで使われている。ミュラーイコール・シードマイヤーの工場は、ヨハン・ロレンツ・シードマイヤーの娘の息子によって1874年に、 ビュールツブルグで設立された。創業者は、親族の J&P シードマイヤー及びシードマイヤーゾーネやニューヨークのスタインウェイサンズで商売を学んだ。事業は1968年に生産された。最後の所有者はエルビン・ミュラーイコールシードマイヤーであった。ありがとうございます。